福テレソラネットです。この木なんの木気になる木って知ってます？はい知ってます。CM の曲ですよね。そうそうそう。<laughs> 今日はですね木の話題なんですけれども、はい、あの気になる木と不思議な木を紹介したいと思うんですが、はい、皆さんから結構送られてきましてね。 いや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 こういう木があるんだ稲葉城の白糸の近くのの白糸滝近くで見た巨木がすごかったなんかこれ石を食べてるみたいななんか足で食べてるみたいな足で食べてるそう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 んかにんにくの根っこみたいなそんな感じですけれどもそしてトナカイの木と勝手に呼んでますっていうこれ名の知らぬ木なのか有名な木なのかちょっとよく分かりませんそしてこれ市にある これなんか豚みたいな顔してな<え> <laughs> 顔みたいですね <laughs> いろんな木がありますけれどもね今日はですね、はい、最初の話題は私が発見しました<う>ヨークベニマルさんの浜田店の屋上に謎の木、はい、これ知ってる方は知ってるかもしれませんヨークベニマル浜田店、はい、一時休業中です、はい、私もよく使ってたんですが、はい、え次2022年の冬に開店ということなんですが建物の屋上に謎の木が<う>いいですか皆さんいきますよ これ私昨日取ってきました、これです、これです、これ,です<ー>これね、2つ盛り上がってる、でもよく木,木かな、よく分からない感じじゃないですか、うんはい、別の角度からちょっと見てみましょうか、これ、グーグルで、こちらです、まあ、木ですよね、少しもさもさしてます、ね、モサモサしてで結構これ、大きいんじゃないか、はい 屋上におそうです、ね、らくこれね下駐車場に昔はなってたのかな<ー>分かんないですよあ屋上遊園地っていう話もありましたけども<ー>だから結構大きいんじゃないか、はい、でツイッターで「福島東高の駐輪場の木ではないの?」っていうそういうのをいただいたんですよつまりあの紅丸さんの木じゃなくて東高校の隣の木なんじゃないか<ー>でグーグルアースで見てみたグーグルでアースで見てみたらどれだこれだ 屋上にあるでしょありますね。じゃあ一体これ何なのかよくベニマルさんに聞いてみようということで何の木ですかと聞いてみました、はい、こちらでございますこれ歴史があった<ー>30年以上前に建てられた店舗にはもともと駐車場と店舗の間に置いていて、はい、ほらあのバックで暴走する車があるから、はい、それを防ぐための役目をしていたらしいところが最近はほらこういう黄色いポールができたでしょ、うんはい これちょっと見にくいけど現在は黄色いポールができ役目を終えちゃったここからよくベニマルさんすごいなと思うんですよ、はい、役,も役目を終えたが屋上に移設して手入れをしてきた、はい、30年以上前最初8 0ンチだったのが最大4ル8 0センチだった、はい。<laughs> でそれで今成長して屋上にあるっていうこと、実際見てみたかったんですが、あの今ねこれからあのちょっと改修工事されるということで見られなかったんですけども、ちょっといい話かなと思いました。うん、そしてもう一つです。今日はこちらでございます。辰巳ビルの屋上にも木があり、昔から気になってました。ビルの取り壊し前に見学させてもらいたいなということで、ホテル辰巳さん2年前に閉館しましたけれども、今日特別にですね。 入ってきました<ー>ホテルタツミヤ入ってきました斎<ー>藤版裏旅ですはい、<laughs> それで来るの遅かったんですねこちらがタツミヤビルでございます<ー>やはりほら外で<ー>外からも緑見えますよねはい今はやっていないホテルタツミヤさんに入ります <laughs> 最上階そう えー、ビルを管理する神野さんに屋上を案内していただきました、ね、じゃあちょっとよろしくお願いします、はい、おすごっ緑だ屋上はなんと日本庭園になっていました、はい、営業していた頃は和食を提供する割烹があって日本庭園が見えるように作られたものだったんですね、えー、以前は結婚式の写真撮影にも使われていたそうです実は外から見えた木は桜の木だったのです そして今は使われていないある場所に案内していただきました <laughs> ホ,ホ,ホテルだ鹿野さんあのこちらは何ですかこちらもあ同じく客室なんです客室辰、はい、宮の客室、はい、<laughs> これ懐かしがる方結構いるんじゃないですかねこういう本が綺麗だっんですよ 絶景だ、うん、そう、今は見られない美しい奇跡景色が見られた、これ、吾山も雪がかぶってますよね、んね <laughs> こんな綺麗なところでございました、ありがとうございました。ということで、えー、屋上庭園だったという、うん、そういう話だったんですよね。うん、さあ、この後の天気なんですけれども、うん、今日とても綺麗な2枚の画像を紹介します。えー、二重のダブルレ ダブルレインボー、道の駅三島です、なんかハワイとかヨーロッパで出そうな、そ,うね、そんな景色ですよねで、虹の向こうは雪の国ということで、今日は山ではご覧のように浄土平、吹雪、昼でも1、2度の気温でした。